痛みの後ほどかれ泣くたちだけじゃない、あの人たちだって。勉強も運動も何だってできるのに、父上はいつもまだ足りない。実際タクティクスを使えばもっと楽に勝てたはずだ。相手の動きも見ずにむやみに突っ込みすぎてる。今カードで占いをしたんだ。そしたら選ばれし伝説の男がすぐ近くにいるって。涙なんて流したくはない。